こんにちは、ネックス工業へようこそ。世界の超大国、アメリカと中国の対立は激しさを増しています。政治の面ではお互いの非難合戦となっており、その影響は産業分野にも及び、特に半導体分野では両者の対立は決定的です。半導体は今や製造業には欠かせないものになっており、半導体の供給が滞れば一気に生産活動がストップしてしまうほどになっています。例えば自動車業界では、半導体の供給不足から生産ラインのスピードを落とす、あるいはストップする事態にまで発展し、生産台数を落とすメーカーも見受けられます。中国は半導体分野の拡充に力を入れており、半導体を自給できる体制を構築することを目標としています。ますます半導体の重要度が上昇する中で、それを自給できるかできないかは非常に重要です。しかし中国の半導体メーカーが多数倒産する状況になっていると報じられました。今回はそんな中国の半導体メーカーと中国の政策にフォーカスしていきます。この動画では中国の半導体産業の実態と現在の課題についてお話しします。アメリカと中国の対立は激しさを増しており、新しい冷戦が始まったという声が上がるほどになっています。アメリカと中国は様々な面での対立から、貿易戦争と言われるような関税をお互いに高く設定する姿が報道されるなど、貿易や経済、そして軍事面でも大きな亀裂が入った状態です。産業面では半導体技術がキーワードです。アメリカのバイデン大統領は、中国に最先端半導体の技術が流出し、それが軍事転用されるとして、半導体製造装置などを含む最先端半導体の輸出を規制する措置を発表しました。しかもアメリカ、オランダ、日本の3カ国の政府が先端半導体技術の対中輸出規制の強化で足並みを揃えることに合意し、対中国半導体包囲網を形成するに至っています。3カ国の政府間交渉の妥結を伝えた西側メディアの報道について、オランダの半導体製造装置大手の ASML は次のようにコメントしています。先進的なプロセス技術を用いた半導体チップの製造技術に関して、数カ国の政府が合意に至ったことを承知していると明言しました。ただ一方では、規制の具体的な内容を詰めた上で法制化する必要があり、一定の時間がかかるとの見方を示しています。 ASML はシリコンウェハ上に微細な電子回路を焼き付ける露光システムの世界最大手で、中国にとっては ASML の製品が規制されることは大きな痛手です。しかも3カ国の合意の対象には露光システムだけでなく、その他の半導体製造装置の一部も含まれていると報じられており、アメリカの中国の半導体産業に対する姿勢は非常に厳しいものです。アメリカ政府は数年前から、中国企業による先端半導体の製造技術習得を繰り返し阻もうとしてきました。2018年には ASML 製の EUV 露光システムの対中輸出を禁止するようオランダ政府に要請しています。ここまで半導体の製造部分での規制を強めるのは、世界の半導体業界では製造工程の細分化、専門化が進んでいることが大きな要因です。全工程では各段階の製造装置が米欧日の大手メーカーの独占状態になっており、この部分で規制してしまえば、中国は半導体の製造がままならなくなるというシナリオです。中国政府もその弱点は認識しており、技術向上に余念がありませんが、中国の半導体製造装置メーカーの技術力はまだ米欧日の大手と互角に競える水準には至っていないとされています。こうした半導体規制の効果は着実に中国半導体業界にダメージを与えています。香港英字メディアのサウスチャイナモーニングポストによると、中国では2022年1月から8月までに過去最多となる3470社の半導体メーカーが倒産したと報じています。企業情報データバンクキチャチャによると、解散・廃業した半導体関連企業は2017年が461社、
2018年は715社、2019年が1249社、2020年が1397社、2021年が3420社と年々増加傾向が見られるそうです。2022年は8月までに3470社が倒産したということで、すでに2021年の倒産件数を上回っています。香港中文大学の高等金融研究院の非常勤講師であるジョン・レイ氏によると、半導体産業は資本集約型のセクターであり、厳しい競争と市場環境がビジネス継続を困難にしているという市場分析です。短期的な部分では、電力不足と新型コロナウイルスの再燃が生産を混乱させたという面は否めません。実際、これらが影響して、集積回路の生産量も落ち込み、中国国家統計局の発表では、2022年8月の IC 生産量は前年同月比 24.7% 減という記録的な減少となっています。このように次々と半導体企業が倒産していることは、アメリカを中心とする半導体規制の影響が大きいと考えるのが自然です。中国政府は2015年7月に中国製造2025を発表し、長期経済計画の方針を示しています。中国国内での新産業の創出、生産性の向上、さらには雇用創出を目指すとしており、5つの基本方針と4つの基本原則を掲げます。さらに2049年の中国建国100周年までに製造大国の地位を固め、製造強国のトップとなるという壮大な経済プランです。その中で半導体産業は重要な産業として扱われており、半導体自給率を2020年までに 40%、 2025年までに70% に引き上げるという計画を示しています。中国では半導体の自給自足という政府の目標を達成するために、2020年に 23,100 社、2021年に 47,400 社の半導体関連メーカーが設立されました。ただそういったメーカーが次々と倒産している現実があります。新しく設立された半導体関連メーカーが中国の半導体産業を支えるという思惑は崩れつつあるのです。世界の半導体市場は右肩上がりの拡大ペースに戻ってきており、2016年から20年までの年平均成長率は約 8% で、中国はそれを上回る約 12% でした。今後も半導体需要は旺盛であり、 DX、5G、 電気自動車、再生可能エネルギーの普及に伴い、さらに必要とされるでしょう。しかし、中国の半導体産業の現状は厳しいのが正直なところです。中国の半導体市場で中国勢の製造した IC のシェアは2019年にわずか約 6% で、海外企業の中国工場や子会社を含めても 16.7% に過ぎない状況です。社会主義国家である中国は国家権力が強い国であり、国家の目標を達成するために国力を惜しみなくつぎ込む傾向が強いですが、ここまで目標とかけ離れる結果に終わるのは珍しいと言えるかもしれません。中国政府が掲げる2025年までに半導体自給率の 70% 達成という目標には程遠いのが現状となっており、今後もさらに規制が強化されれば、中国の製造業全体に深刻な打撃がもたらされることになるのは確実です。それを回避するためには政治的な関係修復が中国には必要ですが、現在のところそういったムードは見られません。アメリカも中国もお互いの非難を続けており、先日も観測気球問題で激しくお互いを非難する姿が世界中で報道されました。野木森稔主任研究員は中国の半導体産業と課題について次のようにコメントしています。アメリカによる新たな半導体規制で中国では先端半導体の製造能力拡大がかなり厳しい状況になっている。中国政府は報復措置などを考えているようだが、対米輸出規制などは自国への悪影響が伴うものが多く、やはりアメリカとの対立の緩和に動かない限り、中国経済への悪影響は
さらに拡大する恐れがある。技術的に中国が自力で必要な半導体を生産するということは困難です。ますます半導体が必要とされる製造業の中で、中国が半導体を自給できないという事実は非常に大きなウィークポイントとなります。またこのことに起因する強い中国、豊かな中国という戦略が崩れれば、習近平政権にとっても大きな痛手となります。中国製造2025の行方と中国の半導体産業の動向には、政治的にも経済的にも大注目していく必要があると思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。またツイッターと LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。